キュンツェルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属す町村である。この町は古田郡で最も人口の多い町村である。この町はレーン山地の先山に位置している。北西部に向かうにつれ、建物の密度が増し、古田やペータースベルクに継ぎ目なく移行する。これに対して、町の東部はレーン山地の先山が特徴的である。 町内の最高地点はギーベルラインである。ハウネ川がここから流出する。キュンツェル居住区やバッハライン居住区は典型的な衛生都市であるが、この他の地区は田舎の周村である。キュンツェルは、北はベータースベルク、東はディッペルツ、南東はポッペンハウゼン、南はエヴバースブルク及びアイヒエンツェル、西はフルダと境を接している。自治体キュンツェルは、 ピルガーツェル、エンゲルヘルムス、ディルロス、ディータースハウゼン、コイロス、ビッセルス、脱線の各地区からなる。中核部自体は、キュンツェル居住区とバッハライン居住区からなる。この町の起源は743年にまで遡る。この頃、修道資金ドルフがグレッツバッハ上流の盆地に定住した。その後、修道像の僧房や宿泊所が形成され、 彼にちなんでキンデツェラと呼ばれた。キュンツェルの最初の文献記録は1160年になされた。この地域は古田修道院の所領であった。1250年頃には4つの独立した農場が記録されているが、1510年にはその数は7つとなった。ティータースハウゼンは810年にティートリキサスとして、 初めて記録された、ピルマーツェルは830年に、ビルグリンセラとして文献に記述され、1510年には10人の、家畜飼育者がいた。エンゲルヘルムスは1276年に記録され、ディルロスは1318年にビラ・タイラルフスとして記述されている。教会の中心は、何、世紀もの間フローレンベルクであった。判明している、この地の最初の教会は、 900年頃に修道院長ハギーに建設された。現存する防壁はおそらく10世紀に建設されたもので信仰してきたハンガリー人から守るために作られた。現在の塔はロマネスク様式の新しい建物に置き換えられ、教会堂は1511年、1515 15年に建設された4代目の建物である。エンギルリヒエスは 現在の町域内にあった廃村である。1971年12月31日に、それまで独立した町村であった脱線、ディータースハウゼン、コイロス、ビッセルスがキュンツェルに合併した。1972年4月1日にディルロス、エンゲルヘルムス、ピルガーツェルがこれに加わった。20世紀半ばまでキュンツェルは農業を中心とした町であった。 1939年には1930人が記録されているだけであった。この地域の経済的交流と1971年、1972年の町村合併により、この町は大きく発展した。2014年の人口は16,120人と記録されている。キュンツェルの町役場キュンツェルの町議会は37議席で構成されている。 紋章は1973年9月5日にヘッセン州内務大臣によって認可された。ズ柄、ガラ、銀黒の直行する十字で緑地と銀地に四分割。向かって左上と右下は緑地に銀の百合。向かって右上と左下は銀地に緑のモミの木。この紋章はバートナウハイム出身の紋章研究家ハンツ、リットによって制作された。 フローレンベルク・キュンツェルは、アウトバーン A7 号線、ビュルツブルグ・カッセル線の古田中央インターチェンジ、および、連邦道、B27 号線古田キュンツェラー出口に面しており、アウトバーン A66 号線、フランクフルト・フルダ線の古田南インターチェンジからも、アクセスすることができる。フランクフルト・アムマイン、カッセル、エアフルト、ビュルツブルグの間のアイスの重要な乗り換え駅である、フルダ駅は、 数キロメートル離れており、ラインマイン交通連盟のバスで行くことができる。ドイツ年金保険ヘッセンは2000年からキュンツェルに東ヘッセンを管轄する事務所を置いている。この事務所では300人の従業員が働いている。ローエラントの自由ワルドルフ学園キュンツェルには幼稚園9園と基礎家庭学校2校、基礎家庭、本家庭学校1校がある。ルドルフ・シュタイナー・シューレは ローエラントにある自由バルドルフ学園で基礎家庭学校として機能している。ローエラントギムナスティークを母体とするローエイコールアカデミーは2009年まで州の認定を受けた体操教室であった。キュンツェルには2つの鉄塔構造の送信塔がある。ヘッセン放送の高さ68メートルのキュンツェル送信塔とドイツテレコム AG の高さ43メートルの通信塔である。 この他に、消防用の通信等がある。北緯50度32分9.39秒、時計09度43分13.52秒、北緯50.5359417度、時計9.7204222度、50.53594179点7 2 0 4 2 2 2二 a f n フルダの、かつての中波送信書があった。ドイツの中央に位置していることから、キュンツェルには、 ドイツ全国で活動する企業が存在している。キュンツェルは、暖房器具、衛生用品、防火用品のアッシェンブリュッカー GMBH&COKG、OK、のような伝統豊かなメーカーの個地であり、スパリゾート G ベンベルテンの所在地である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。